成年年齢引き下げ、18歳になったらできること、20歳にならないとできないこと。令和4年4月に成年年齢が18歳に引き下げられました。これによって18歳になるとできることが増えるので、それをいくつか紹介しますね。18歳になると賃貸マンションや携帯電話、クレジットカードなどの契約は親の同意がなくても自分一人でできるようになります。契約の他にも成年年齢引き下げによって18歳からこのようなことができるようになります。1、10年間有効なパスポートの発行。2、公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格が取れるようになりました。3、結婚は男女ともに18歳からできるようになるなど。一方で飲酒、喫煙、公営ギャンブルの投票権を買う、大型、中型自動車免許の取得など、このようなことは今までと変わらず20歳にならないとできません。また、18歳になると親の同意がなくても自分の意思で契約ができるようになる代わりに、未成年者取消権を失ってしまいます。未成年者取消権とは、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合において原則として契約を取り消すことができる権利のことです。例えば、同じ高校3年生のクラスメート2人が親の同意を得ずに高額なエステサロンなどの契約をした場合、17歳と18歳では大きな責任の差が生まれます。成年になると、あなたを守っていた権利がなくなること、そして大きく責任を伴う行動が増えるということ。これらをしっかり理解して、トラブルに巻き込まれないよう十分に気をつけていきましょう。